はい、こんにちは、栃木の竹市農場です。今日はね、6月の4日です。で、昨日ね、予告しましたように、キュウリの元なりですね、これから収穫したいと思います。で、これですね、おー、でかくなった。よいしょ。あ、これスケール逆だ、こっちだ。よいしょ。ねなかなかうまいポジションが。よっこいしょ。これでいいか。この葉っぱが邪魔なんだよね。はい、19センチですね。だいたい19センチになりましたので、はい、ここをね、剪定バサミで、取ります。はい、こんな感じですね。はい、ちょっと曲がってますけどね、規格としては AS 規格ですね。で、プロの農家は、これ種子です。種子に1本なりましたので、この葉っぱ切っちゃいます。で、この葉っぱ切るとどうなるかっていうと、ここから側枝が出て、子づるですね、子づるが出て、キュウリが なります。ですが、ちょっと大きくしますね。よいしょ、逆か。はい、これね、今全体を写してるんですけど、これで何段ぐらいでしょうね。16段か17段だと思うんですけどね。ちょっと数えてみますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18段、18節ぐらいなんで、まだまだね、キュウリこれから大きくなります。で、この葉っぱを切って、今ね、ここにキュウリがなってたんですけど、この葉っぱを切って側枝を出しますと、これ上に伸びなく なります。ですから、竹市農場は今回はここは切らないで、17段あるキュウリをもうちょっとね、上の方向に伸ばすことを優先します。それと、昨日の動画でね、言いましたように、第一側枝ですねの候補もそろそろ決めていかなくてはいけません。で、今ね、画面ちっちゃくて、わからない、小さくてわからないと思うんですが、第一側枝もね、この裏側候補が決まりましたので、これから第一側枝を大きくするという、作業というかね、管理の仕方に移ってきます。はい、それで、昨日ね、夕方雨降りました。雷でね、なんか今日も天気悪そうだよね。雷で雨降りましたので、草丈がこう一気に伸びてきます。ですから、まあこまめにね、今の季節は、入院をしてやりたいと思います。だから適応始まる、葉っぱを切るっていう作業はまだちょっと早いよね、そういう意味では。まあ20段超えるまでちょっとあまり切りたくないなっていうのが私の個人的な考えです。はい、これで手前終わりました。奥もね、大体、第一側枝の候補決まりましたね。ちょっとここにあと1本入れようか。ちょっと中間がね、曲がってきちゃいましたので、中間にも紐を入れます。
これで一番上ですね。これこのままにしときますと、こちらへたらっとこうぶら下がっちゃいますんで、ぶら下がる前に、はい、冬にします。で、雌花が出てますんでね、種子のこれ不思議っていう品種なんで、種子にもね、ほぼ全ての節から、雌花が出ます。それをね、傷つけないようにちょっと慎重にね、紐を入れる場所を選んでください。で、こちらもね、順調に生育してますんで、そろそろね、第一側枝の候補をどの辺にしようかなっていうのを考えながら剪定していき、剪定っていうか誘引かな、していきたいと思います。で、こちらもね、一番花ついてます。こちらはね、一番花がついたタイミング悪いんでしょうね。非常に曲がってます。まあでもこれも家庭菜園の楽しみでね、どんな曲がったキュウリでもね、自分の家でできたキュウリですからね、ちょっとこれは楽しみに収穫してみたいと思います。はい、そういうことでね、今日の動画は、一番花ですね、一番花を収穫しましたっていう動画です。よっこいしょ、これですね。はい、まあ綺麗なキュウリだと思うんだよね、比較的ね、いいキュウリだと思ってます。はい、終了です。